経営コンサルタント DJ 表沢がお送りする要領よく人生の波に乗るためのブラックビジネス動画。今回のテーマは9割の人ができていないタスク管理の仕方後編です。この番組は退屈な人生に波風を立てる表沢 COLTD の提供でお送りします。はい、で次のテーマなんですけれども、まあそのタスク、お仕事ですね。なんて言うんだろうな。まあ、漏らさない。うん。まあ、忘れてしまったり、そのものをですね、忘れてしまったり、覚えてたんだけど、期限ちょっとやばいな。うん、これちょっと突破しちゃうな、みたいな。どうしようって言って焦ってしまった経験ってありませんかね。うん。で、そもそも、まあ、漏らすっていう、その言い方ですね。まあ、タスクを、まあ、漏らしてしまうっていうことが、まあ、二つ大きく分けてあるかなと思っていて。で、まあ、一つ目がですね、まあ、インプットの段階から、うん、取りこぼしてしまうっていうことですね。まあ、発生したタスクそのものを、まあ、さっきの例でいくとですね、まあ、一元管理する前に、まあ、まあ、要は、まあ、一元管理じゃなくても、どっかに控えておく前に、別の人に話しかけられてちょっと忘れちゃったみたいな。うん。まあ、全然もう、本当に、起こり得ることかなと。で、まあもうこのですね、まあ情報が飛び交ったり、まあいろんなですね、タスクを抱えなければいけない、タスクを抱えてしまうシーンがある現代でですね、もう、まあさっきも言いましたけども、頭の中だけでもね、おのずから限界が来ると。うん。まあスーパーマンでもない限り。うん。で、まあその場でメモるのはもう、なんて言うんでしょう、鉄則かなと。うん。で、まあ、で、メモを依頼者に確認してもらったり、まあ、自分をですね、自分自身にこうメールをして、忘れないようにするっていうのも一つ、大事なやり方なのかなと。で、まあ、このメモっていうのも最近結構、まあ、減ってきてるんですかね。ちょっと、最近のトレンド、まあ、新入社員じゃないですけども、トレンドをちょっとそこまで抑えられてるわけではないんですけれども、まあ、肌感覚としては減ってきてるのかなと思いますね。そのメモをするっていうことに対して。うん。私の同年代の、なんて言うんでしょう。まあ、結構、大手のですね、まあ、金融機関に勤めてた人間から話を聞くと、まあ、先輩から話を聞くとき、まあ、仕事が振られてくるときも、まあ、同じだというふうに言ってましたけれども、一回しか言わないのでメモしてねっていうふうに言われちゃう。なかなか、今それをやると結構、なんだなんだって思われちゃいそうですけど、まあ、心がけとしてはまあ、いいですよね。うん。何回も聞くなと、一発で。控えておいて、その後わからないことを聞くっていうのは構わないかもしれないけれども、そもそも何でしたっけは、もうちょっとマナー違反じゃないの？ってこういう、まあ、センスだと思うんですけどね。うん、そういうのは、まあ、それぐらいですね、まあ、メモするっていうのは、まあ、大事なことなのかなというふうに思います。まあ、そのメモがですね、特に、なんででしょう、紙とペン、うん、だけがメモじゃないので、まあ、さっき言ったその一元管理タスクに控えておくっていうのも、まあ、もちろんメモのうちの一つに、もうこの時代も含まれてくるのかなというふうに思います。で、二つ目がですね、まあ、インプットはしたんだけれども、インプットはして控えていて、台帳にありました。まあ、一元管理されていれば、まあ、それ見るので、まあ、取りこぼすことはないと思うんですけども、まあ、分散的に、まあ、管理してしまっている場合ですね、書いてあったんだけど、忘れちゃってたみたいなことも、これもあり得るわけですよね。うん。まあそうするとですね、もうそれについてはもうリマインダー、あるいはもう時計のアラームとか、何て言うでしょう。思い出させてくれる仕組みを活用するしかないかな、というふうに思います。うん。で、まあそのタスクに今着手しなければ、もう今、この段階で手つけてないと、もうどう考えても間に合わないよね、みたいな。うん、そういう、まあ、クリティカルパスじゃないですけれども、うん、そういうその期限に向けた着手開始日みたいなものはあるわけで、まあ、そういったところをまあ取りこぼさないようにしましょうと。うん、で、まあ、もちろんその常日頃から、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、1週間ごとごとに、まあ、自分がどういうふうな過ごし方をするのかっていうのを見極めながら日々、皆さんもタスクスケジュールしてると思うんですけれども、まあ、自分が今、例えば、まあ、ものすごいいろんなところに引っ張りだこであったり、まあ、すごい多くの仕事を抱えている状況とか、まあ、ご自身の状況ですね、まあ、想定して、まあ、その、なんて言うんでしょうね、着手開始日みたいなものは仕込む必要があるかなと。うん、まあ、例えば、まあ、なんて言うでしょう。もう、個別のメーカーさんになりますけれども、まあ、オフィス、マイクロソフトさんのオフィス使っている場合であれば、そのリマインダー使ってみたり、うん。まあ、移動中だったら、まあ、スマホの、まあ、リマインダー機能、アプリもたくさんありますからね。うん。そういったものを活用していくと。うん。
で、まあ、絶対に逃したくないものは全てまあ逃しちゃいけないと思うんですけれども、まあ、どうやっても、例えばもう目覚ましアプリ使っちゃうとかね。うん、まあ、これはもう運用のどう工夫していくかっていう話なので、うん、まあ、ここはもう自分に合ったものっていうものを、思考が錯綜しながら、まあ、見つけていくっていうのが大事なのかなというふうに思います。うん、でですね、まあ、ここで、まあ、話してきましたけれども、まあ、タスク管理、そもそも、いや、そんなこと言ったって、みたいな話があるかと思うんですが、ちょっとこれに関してですね、まあ、タスク管理、が果たしたインパクトが大きい事例で、まあ、有名な話があるので、まあ、そこをちょっとご紹介したいかなと思うんですけれども、100年ほど前の、まあ、ずいぶん前の話だなって思われちゃうかもしれないんですけれども、まあ、某、まあ、アメリカのですね、鉄鋼会社の社長さんがですね、まあ、そこの、経営効率ですね、会社経営の非効率さ、なんかまあどうしたらいいんだろうなっていうことなんでしょうね。まあ、原因が分かっていれば対策が打てるはずなんですけれども、なんかまあ非効率だったなっていう感じに途方に暮れてたんですね。まあ、そこですね、まあ、当時、まあ、効率を改善するっていう、まあ、コンサルティング、まあ、助言ですね、アドバイザーとして、まあ、著名だった、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、アイビーリー氏ですね、アイビーリーさん、うん、という方にですね、助言を依頼しましたと。で、まあ、リーさんはですね、謝礼はもう3ヶ月後、あなたが感じた成果のもとに、その価値をそのまま払ってくださいというふうに言いました。なかなかかっこいいお仕事。まあ、コンサルティング業界にいる人が聞いたら耳が痛くなるんじゃなかろうかというふうに思うんですけれども、まあ、そういった形で、まあ、助言を、のお仕事を受けたと。で、この IBD さん、アビリー氏のですね、まあ、助言はですね、まあ、毎日寝る前に、翌日に自分がやるべきこと、うん、一番大事な作業、6つだけです。厳選してください。6つだけ書き出す。で、翌日にはその優先順位、うん、大事な順番の一番上から、1個ずつやっていって、一度に1個のことに集中してくださいと。要はもう複数回同時に進めようとするなと、うん、いうことですね。うん、こういう助言をしたそうです。うん、その結果、まあ、ここまで聞いたらまあ想像つきますよね。うん、たったこれだけの助言です。で、3ヶ月後にはその鉄鋼会社ですね、素晴らしい業務改善が見られたそうです。うん、で、何がすごいかというと、まあ、これに対してその社長はどれだけの価値を見出したのかっていうところ気になると思うんですけども、このアドバイザー、この助言ですね、4400万円、それだけの価値があるというふうに社長判断したわけなんですよね。どんだけ改善されたんですかね。もう、むしろ今まで何してたんだっていうね、もう怒りすら覚えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、もうここの助言のもとに、この、鉄鋼会社ですね、うん、は、無事、大成長を遂げることができたということですね。はい。まあ、ちょっと、いかにタスク管理について、タスク管理っていうものが、まあ、場合によってはすごい大きいインパクト、大きなインパクトを出すかっていうところ、うん、たった6つでもこれだけですからね。うん、まあ、それはすごいですよね。はい。まあ、で、この例についてはですね、まあ、まあ、タスク管理のあり方っていうものをきちんと見直して、まあ、各々が自分のやるべきことに注力できる、環境を整えるということで、まあ、結果として、まあ、業務改善が著しい、素晴らしい業務改善が、を成し得ることができたということについての恒例になりますと。ですね、まあ、この例においてちょっと説明できてなかった部分があるんですけれども、実はもうこの、アドバイス、要はタスクを6つに絞って確実に実行、まあ、こういうですね、アドバイスは実はこの会社、鉄鋼会社の幹部社員、つまりまあエグゼクティブ層ですね、に向けて行われたまあ助言であったということですと。うん、で、まあ、何が言いたいかというとですね、まあ、このエグゼクティブ層ですね、当然その配下の社員っていうものは、まあ、組織構造上の配下の社員っていうのは非常に膨大になってくると。で、そういったものを取りま、そういった組織を取りまとめるっていうのは、ただでさえ忙しいですね。まあ、さまざまな意思決定に迫られるシーンが出てくるかなと思うんですけれども、その中でですね、きちんとやるべきことを優先度順にですね、まあ、6つという数字、まあ、ここの数字にこだわるとは、数字自体にですね、まあ、意味はあるとは思うんですけども、まあ、こだわらずにですね、まあ、要はやることをきちんと絞って、その上げたものについて確実にやりましょうということですね。まあ、そういったところと、まあ、逆に言うとですね、それ以外のタスクはですね、それをやるにふさわしい人間に確実に振って、確実にこなしていくと。うん。
まあ、人間どうやったって、どんな優秀な人だって、まあ、1日24時間しかないわけで、まあ、自分ができれることっていうのも限られてるわけですよね。うん。まあ、そういった、その、取捨選択、まあ、自分がやるべきことの取捨選択、まあ、その判断ですね。これを適切に行って、自分がやると決めたことは確実にやると。うん、そういうことですね。まあ、エグゼクティブ層がですね、自分がやるべきことに注力できたからこそ、まあ、会社全体ですね、組織全体の、まあ、改善につながったのではないかろうかというポイントですね。うん、ですから、まあ、この助言ですね、まあ、かなり、なんて言うんでしょう、エッセンスが詰まった助言なのかなというふうに、思いますけれども、これはですね、まあ、エグゼクティブ層に限らず、まあ、一般的な社員ですね、全体に拡張すると、まあ、要は、さっきの、マトリックスをですね、お出ししました、説明しましたけれども、そこをですね、まあ、タスクについて、各タスクについて、その先のマトリックスですね、に応じたマッピングを行ってですね、まあ、適切に優先度を把握認識して、まあ、自分がやるべきことを確実にこなすことが肝心ですよと。まあ、こういうことになるわけですね。まあ、例えばもう、その、まあ、6つに絞ってみたいな話は、まあ、ちょっとここに関しては、まあ、優先度が落ちるかなというふうに思います。で、ここでな、気をつけたいなと思うこと、まあ、気をつけなければいけないことはですね、まあ、若手、新入社員のうちからですね、過剰なまでにですね、これ自分のやるべきことと言われるその範囲ですね、これ狭めて、いやいや、これは私がやることじゃないですよ、みたいなね。うん。まあ、人に仕事を振って、まあ、その人に仕事を回して、全体を回す、取りますってことももちろん大事なんですけれども、そこにちょっと傾倒してしまうことはあまり推奨されないかなというふうに思います。まあ、皆さんもね、いろんな方、その若手とお仕事を一緒にすることがあると思いますけれども、人に仕事を振ってばっかりいる人を見たら、ちょっとあんまりいい、なんて言うんでしょう、印象を持たないですよね。うん。まあ、なんで、まあ、そう持たないのかっていうと、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そもそも全員がこう、仕事をあっちゃこっちゃにこう、回してると、こう、会社全体が回んなくなりますよって、やる人いなくなるんでね。うん。で、まあ、結局、付けが回ってくるとか、そういう、まあ、不健全な、まあ、組織の構造が生まれてしまうので、まあ、それはまあ、避けるべきだろうということですね。で、若手から中堅の社員、それ自身についてもですね、まあ、様々なチャンスを逃すことにも、まあ、なりますよということですね。うん。まあ、どうでしょうね。まあ、想像していただければ、まあ、わかるかなと思うんですけれども、襟好みして仕事をですね、これ私のやることじゃないんで、みたいなね、まあ、断る社員のところには、皆さんの感覚からすると、やっぱり仕事振りにくくなりますよね。うん。まあ、当人からすると、まあ、仕事が来なくなっちゃいますよね。うん。で、まあ、その、駆け出しの頃はですね、まあ、比較的難易度の低い仕事であったとしても、自分にとっては役不足だと。うん。いうようなものであったとしても、まあ、それを、まあ、100%、120% こなすっていうことには、やはりそれは、それなりの価値がありますので、まあそういったことを積み重ねていくことで、まあ社内の信頼を、まあ勝ち取っていくと、うん、いうことですね。まあ要はそういう機会を損失しますよということですよね。そういう襟好みをしていると。うん。まあ、この、なんて言うんでしょう。このことについてはですね、まあ別の、まあ動画でですね、まあ、出世の仕方という、まあ要領よく出世をする方法ですね。うん。というテーマですね、まあ、詳しくお話ししますので、まあ、そちらご期待いただければと思います。うん、でですね、まあ、もう一個ですね、まあ、その襟好みっていうポイントですけども、のよからぬポイントですね。襟好みすることのよからぬ点っていうところをですね、お話ししておくと、まあ、重要でないからといってですね、まあ、仕事を避けちゃうとですね、実はですね、まあ、自分自身が重要でないなと思っていたことも、まあ、存外もう会社、あるいは社会の中で、重要でですね、まあ、そこにですね、自分が発揮できる才能があったのにもかかわらず、そこを生かすチャンスを、まあ、逸してしまうということになりますね。まあ、自分が才能をですね、認識できる、見つける機会を損失することにもなりますよということですね。うん。で、今、なんて言うんでしょう。まあ、表現なかなか難しいんですけれども、本業、まあ、やるべきことを、まあ、日々やるのは、まあ、そうなんですけれども、なんて言うんでしょうね。まあ、自分にとっての優先度が低いようなこと。うん。今やることとは本当に、何て言うんでしょう。まあ、雑用っていう言い方もできるかもしれない、んですけれども、その当人にとってはね、うん、雑用というふうに認識されるようなことであっても、まあ、やってみた結果、意外に面白いんじゃないかなと。うん。しかも、他の人よりも、まあ、好きこそものの上手なりではないですけれども、より大きな成果が、うん、上げられるっていうこともあるかもしれないですよね。うん。まあ、それをまあ、やらずのままにしておく。うん。まあ、取り掛かることって、それ膨大なですね、まあ、日常業務が回んなくなるみたいな、そういったことには、まあ、手を出さない方がいいかなというか、まあ、そんなもん振ってくる人が、まあ、どうかしてると思うんですけれども、ではなくて、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、やれることであれば、まあ、貪欲にやっていくっていうことは、まあ、こういうチャンスを、まあ、存分に、まあ、掴め
るようになっていくっていうことになるのかなというふうに思います。うん。まあ特にまあ何て言うんでしょう、まあ、大それたことを言うつもりはないんですけれども、現時点ではですね、まあその今振られている仕事の重要度はさほど高くなかったとしても、まあ、実はもう時代の変化とともにですね、まあ重要になってきたり、するわけですよね。うん。なのでまあ、特にそういう何て言うんでしょう、思いもよらない自分の才能みたいなものに出会った時、うん、やりがいを感じたっていうところでは、まあその仕事をですね、逆にですね、本業にしちゃってもいいわけですよね。うん、それをやっている、まあ、事業会社に転職するもよし、まあ、自分で事業を展開するもよしですけれども、はい。うん、です、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ちゃんとですね、総括するとですね、まあ、仕事の重要度を意識しましょうということですね。うん、で、まあ、マルチタスクというのをなるべく、まあ、避けるようにして、やること、その瞬間は一つのことに集中しましょうねと。うん、で、まあ、直列的にこなしていきましょうと。まあ、その順序、直列のその順序は十分にデザインされたものであるべきなんですけれども、やることは一回に一つ。うん、ということですね。まあ、そういうエッセンスを生かしつつですね、まあ、なんて言うんでしょう。変な絞り込み方をしない。うん、っていうふうに進めていくことがですね、まあ、今のこの時代にはマッチしたやり方なんではなかろうかというふうに思います。それではですね、今回のテーマ、タスク管理の仕方というタイトルで、お届けいたしました。今週は以上です。ありがとうございました。この動画が役に立ったと感じられた方、次の動画が気になる方は、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。また、質問やこんな話を聞きたいとリクエストがあれば、コメントをお願いいたします。